どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は、8月25日から、ANA の、今年の10月の末から、来年のね、3月末までの、航空券が一斉に発売となります。ですので、来年の1月から3月の間、SFC 使用を検討されている方は、チケットの購入の、山場となりますので、今回ね、それについて話していきたいと思います。まずですね、発売日なんですけども、8月の25日の、午後2時からが、ANA のクレジットカードを持っている方の発売日となります。まあ、SFC 使用を検討されているという方がほとんどだと思いますので、まあ、基本的に ANA のクレジットカードは保有されていると思います。ですので、基本的には8月25日の午後2時から開始となりますので、それまでにね、スタンバイしていただいて、2時になった瞬間にね、チケットを押さえていくという形になります。で、決めておいていただきたいのは、まず利用路線もそうなんですけども、東京の羽田から那覇みたいな路線で利用する場合、できるだけ往復を稼ぐのか、できるだけ1日沖縄に滞在して修行するかみたいな、そういうのも考えておくとチケットが取りやすいと思います。であとね、東京羽田から那覇で何回のね、搭乗を、その1月から3月までね、して、修行するっていうのもね、事前に決めておいた方がチケットはスムーズに、ね、取れると思います。で、チケットの発売日は、先ほど言った通り8月25日の午後2時なんですけども、上位ステータスのダイヤモンド、プラチナ等々を持っている方は、それよりね、1時間、2時間、3時間でね、どんどん少し早いんですよね、購入開始が。ですので、すごい安い路線っていうのは、まあ価格の路線ですねは、去年の感じを見ているとおそらく、一般会員の方がログインする頃には結構なくなっているんじゃないかなと思います。私も去年ね、この時期だったと思うんですけども、国内で修行しようか、海外発券で修行しようかって検討してた時に、まあ結局私は海外路線で修行したんですけども、ニューヨークに行きたいっていう別の目的もあった関係で、ですけども、国内もね、一応検討には最初入れてたんですよね。でも結局ね、発売が開始されて、やはり1月の頭とかね、そこら辺のチケットはもう私がログインした時にはもうほとんど売り切れていて、そしてもう残ってる旅券は結構高いっていう状態でしたので、ちょっとね、厳しいなって思う部分も結構あったんで、多分今年もそういう感じになるんじゃないかなと思います。ですので、まあ1月から2月で、まあ結構ね、2ヶ月っていう期間がありますんで、まあ細かくね、調べれば、安い路線はね、出てくると思いますので、まあどれぐらい取れるかっていうのはもう、それはもう運にもよると思いますので、まあひとまずね、スタンバイだけでもね、確実にしておきましょう。で、私のおすすめとしてはやはり海外発券の方がね、簡単で楽、特にプレミアムポイントの計算が楽ですので、まああの、私のね、他の動画にもしてます通り、2回で簡単 SFC 収容っていう海外発券のね、クアラルンプール、東京、ニューヨーク、東京、クアラルンプール、それを2周で、SFC 収容完了しますんで、まあ、そちらもね、よかったら見ていただけたらなと思います。で、購入するチケットについてなんですけども、まあ、ANA のね、旅券は結構種類がたくさんあって、まあ、分かりづらいと思うんですけども、ちょっと前まではね、ANA の国内修行はプレミアムクラスをね、利用するのが結構、まあ、人気だったし、楽だし、豪華だしっていうことで、結構ね、そちらが、有名だったし、利用されてたんですけども、最近はね、非常にその運賃が高くなってしまって、去
去年も私も見てたんですけども、本当にむちゃくちゃ高かったりしたんで、まあ基本的には普通席のチケットで、チケットの種類なんですけども、基本的に ANA スーパーバリュー55と75、まあそこら辺がメインで購入されると、まあ運賃がね、一番安い運賃にもなりますので、そちらを購入されるといいと思います。で、ANA スーパーバリューアーリーっていうのもあるんですけども、そちらは355日前から購入できるチケットになっているんですけども、やはりね、早く購入できるということで、チケットの価格は結構高めに設定されておりますので、それだけね、間違えないようにしていただけたらなと思います。だから355日前からなんで、まあ今の時点で来年の1月2月の旅券で抑えることは現実的には可能なんですけども、もう全然過ぎてるんで。ですけども、価格はすごいね、高くなってますんで、気をつけてくださいね。ANA スーパーバリューアーリーは利用しないように。ANA スーパーバリュー55、75をメインで、購入をお勧めします。今回はちょっとね、短い動画だったんですけども、8月の25日の午後2時からね、ANA の新しい運賃の、チケットがね、発売開始されますので、来年の1月、3月でね、SFCC を検討されている方は、ここはね、正念場になると思いますので、今回動画で紹介させていただきました。で、最後にですね、私のおすすめとしては、SFCC をね、検討されている方は、まあ、できるだけ早くね、使用されることをお勧めします。というのも、私が SFC 使用した、昨年2018年の、9月の末から10月の頭で私は修行したんですけども、今年ね、ダイヤモンド修行で、道路線を、クラスを1個下げてね、去年はプレミアムエコノミークラスで修行して、今年はエコノミークラスで修行してます。ですけども、昨年のちょうど10月ぐらいだったかな、プレミアムエコノミークラスにも E クラスとは別にですね、N クラスっていうものが登場して、そのプレミアムポイントに対する、付与率が下がったんですよね、一気に。で、その分価格が少し下がったんですよね。ですけども、去年の、私が使用した路線、プレミアムクラスで修行したにもかかわらず、今年のエコノミークラスの方が価格的には少し高いんですね。高いかちょっとぐらいしか変わんないか、そんなもんなんですよね。私の個人的な意見だと、これからね、どんどんこの SFC 修行自体はね、やりにくくなっていくんじゃないかなと踏んでいます。で、この ANA スーパーバリューとか、そういうのも出てきたのも、どんどんね、空席が減れば減るほど、運賃が上がっていく傾向にあるような感じにも見えますので、もしね、SFC 修行を、検討されている方は、できるだけ早くね、修行されることをお勧めします。まあ、この SFC 修行自体は、まあ、趣味みたいなもんだと私は思っておりますので、SFC、ANA の上級会員を得るというこの修行は、まあ、基本的には飛行機が好きで、もしくは、ステータスが欲しいっていう方は基本的に趣味で行うものだと思ってますので、まあ、もし早くできるのであればね、できるだけ早く、修行されることをお勧めします。やはりね、スーパーフライヤーズカードを得るのにね、ある程度のお金はかかりますので、まあ安く取得できるのであれば、安くね、取得できた方がね、ありがたいことはありがたいですからね。今回の動画は、ちょっと短いんですけども、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ね、Twitter、ブログやっておりますので、そちらも見ていただけるととてもありがたいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。